ハロー YouTube 少年司のニュースの猫側にゃ、今日もレッドホームからニュースをお送りいたします。あの人の G がやばい。コントフラッグさんに重力かけてみた。はい、じゃあ中村浩三さん、ゆっくりと G の方かけていきますね。重力など存在しない。はい、わかりました。じゃあかけています。まず 20G から、はい、いきます。ブルルルルル、こうなる。こうなるの中で話題。怒られるぞお前。今日はですね、来月からあれが解禁やて、その裏にまつわるやばい話、話していきたいと思います。つってね、ということでやっていきましょう。いや、今ネット上でまことしやかに囁かれていることがありまして、11月からですね、いわゆるはびこりちゃんに関するネガティブ情報、これ表メディアで解禁されるっていう話があるわけです。で、ここに 2、3ヶ月ちょいちょいですね、例えば女性自身であるとか、それから名古屋のテレビ局であるとか、ちょっとずつですね、はびこりちゃんであるとか、ちくわのネガティブ情報出してきてたとこあるんですけど、全体的に見るとまだまだイケイケどんどん、ちくわ最高っていう、こういう世界線がね続いてるわけなんですけど、11月からこれが解禁されると。で、これなんで11月から解禁されるか皆さんわかりますかね。今政府がこの冬に推進しようとしている方針、それはですね、お熱が大体のになった時に、あ、これはノットはびこりですってなった場合に、はい、じゃあそれアレフルエ、あ、間違えました、フレフルエンザの方に、姫ちゃん元気でしてるかな、このフレフルエンザの方に問答無用で変えていくっていう、だからよくわからないシステムがあるわけ。これね、ここ数年はびこりちゃんがはびこりクリスティしてたせいでね、このフレフルエンザがね全くいなかったわけですよ。で、この冬からはフレフルのちくわちゃんの方も皆さんに食べていただきたいという実は方針なんですね。で、なんでフレフルのちくわを食べさせたいかって話。それはこの前ビルメンテナンスのおじちゃんが目黒寄生虫博物館でこの顔である、高まるな高まるなお前は、そう、以前言っていたね、この彼が今研究している寄生虫を使って体内の中に薬物を送り込むという技術、実はこれがこの冬から日本国民に絶賛大盤振る舞いされる、このフレフルちくわちゃんの方にね、フレンチクルーラーの方にお前ミスドできんな、お前。要するにもうはびこりちゃんはお疲れちゃんと、ね、そろそろバレてきたから一旦こっちにヘイトを貯めて、みんなが騙されてるうちにフレフルちゃんのちくわでドンつってこれで来るっていう、ほんと作詞ですよ、ビルメンテナンスのおじちゃんはね。なんですけど、ちょっと最近このビルメンちゃんの家系についてやばい話が出てきてるとね。ビルメンちゃんのおじいちゃん、ビジーの方なんですけどね、これどうですか、このビジーのこの字面感の良さね、イメージこんな感じで、実は過去やばいことに関わっていた彼らは闇の一族である、まあ、そもそもですね、この地球上では過去いろんなはびこりちゃんがはびこりクリスティしてきたわけですよ。過去遡ってみると、例えば1720年、パスポー、そして1820年、コラクラ、そして1920年、スペインゴホゴホ、そして現在はびこりちゃん、実これすべて並べると100年周期で、ことが起きてると。これね、なんか人間の進化であるとか、それから DNA の変化が実は100年周期で起きてる説あるんですけど、そんないい話じゃなくて、これ全部仕込まれてたらどうしようかなっていう、おじいちゃんのフレデリック・ビジーの方の話なんですけど、このね、ビジーがですね、このスペインゴホゴホの時に、あるね、ちくわをですね、3回お食べなさいなっていう研究を発表して、世界中の人がちくわをもぐもぐしちゃったわけですよ。その結果どうなったかっていうと、100万人がパトラっちゃったわけなんです。そう、実はスペインゴホゴホで亡くなった多くの人々の中で、実際にはこのビジーが仕込んだあれが作用したんじゃないかって話なんですよ。要するにビジーがパン君のデミグラスソース、これを巻き起こしたんじゃないか説っていうのがあるわけ。実は過去100年前にビジー、このビルメンちゃんのおじいちゃんが似たようなことやってると。そしてこのビルメンちゃんのおじいちゃんはアレフェラー大学とアレフェラー財団を設立したんで、いや盛り込みすぎやろそれ、ビジーに全てを背負わせすぎやろって、やばくないですか。これちなみに同姓同名説もあるんですけど、
美人だな。美人には変わりないって話なんですよね。皆さん、こんなね、おじい様、素敵なおじい様がいらっしゃるビル・メンちゃん。そして今何をしようとしてるかっていうと、世界をちくわで埋めてやろうかね。お前をちくわ人間にしてやろうかでおなじみ。デーモン・ビル・メン閣下はですね、世界中でこのちくわちゃんを売り込みまくってると。これ何のためなんでしょうか？それはおじいちゃんがやってたことと同じことをしてるんじゃないか。そして彼は過去の講演会の中で、今地球上の人口、多いですね。多いですね。ちょっと減らした方、10億人ぐらい。減らすっす。あ、これはなんかちょっと別にベロせんでいいけどね。減らすっすっていうね、そういうことを言ってたこともあるわけです。それで、どうやって減らすんだってことなんですよ。それはもちろん、目黒寄生虫館で高ぶってた、あれを使って、あれして、あれして、テンダネスって、こういうことなんじゃないかなって。お前今日結構調子いいなね。数字以外は。うるせえ、お前。そして、今世界中でもうちくわ食べ飽きたって言ってるわけですよ。あのちくわ大先進国と言われていたイスラエルですら、いやもうちょっといいっすわってなってるわけ。もう効かなくなってきたわけですよね。そんな中、お人よし羊ちゃん命名国家のね、日本ちゃんはね、めちゃめちゃ従順に受け入れてくれますから。じゃあ次は、フレフルな、つってね、フレフルの方にね、そしてみんな、ね、せっせとちくわ食べるよ、つってちくわ人間になってやるよ、つって自らなりに行く、そんな世紀末です。あ、お後がよろしいようで。いや、そうでしょうか。現代の日本ではその美人孫がまた同じことをしてるっていう、歴史は繰り返すなーつって、なんだその名バッキバキ。やばいこといっぱいありますけど、あのちょっと美人って言葉をね、思いついて今日はこれギャルって思ったんですけど、そうでもなかった、そうでもなかったなーつって、そうでもなかったんで、ちょっとまこちゃんの旦那呼んできてもらっていいですか？ちょっと心落ち着けたらもうこれですって。小室圭さん、合否判明前で余裕の満面スマイルって、なんちゅう顔してんねんこれ。圭さん、今日はカレーですって言って、なんちゅう顔して、カレー好きそうな顔してはるわってことでね、これやりたかっただけで、ね、今回ですね、カレーですってことでね、うん、試験どうなったんじゃ、試験の結果はそろそろなんじゃないのか、どんな気持ち、今、どんな気持ち、いや、もうごめん。全然ダメだった。全然気持ち回復しなかった。ちょっとジョニーデップ呼んできてもらっていいですか？これです。つって、いや、お前はどこのパイレーツじゃ？つって、これパイとか言うなって話です。つって。誰なの？あなた誰なの？パイです。で、パイですということでね。これがパイなのか、レーツなのか、カリビアンなのか、それはあなた次第ですよね。もうダメだ。全然ダメだ。今日全然精神が安定しないで、最後ちょっと梅之助師匠で、で、今日はちょっと落とさせていただきたいと思います。いや、なんか師匠がね、あるスピーチで、なんかとんでもないこと言ってたんですよ。私の妹は私より3歳年下でしたが、今では23歳年下です。バイデンウーマンより若い孤独なバイデンの男性は一人もいません。いや、ちょっと何言ってるか、え、怖い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 、これどんな気持ちで聞いてたらいいの？これもうロボとかそういう問題じゃなくて、二代目スンズロ襲名だな。いや、実はね、梅之助師匠の息子さんのあずさちゃんの件なんですけどね、あずさ2号の件なんですけど、例のね、ラップトップ問題ね、FBI がもう証拠は全部揃ったっていうめっちゃ怖いこと言ってた件なんですけど、下院情報委員会のアダムさんっていう議員さんが金曜日、この電子メールの送信先、これがクレムリンだったと判明したということを発表したわけですよ。要するに、かの国とのつながり、あんだけニャントラさんが顔の怖い国とつながってると疑惑は深まったと言い張り続けていたマンサトサイドが今、てんやわんやでこうです。てこれあれさ、反転するときうるせえ、そういうことなってるって話でね。これでわけわからなくなって、梅之助師匠がすんずろうかつってビニール袋はやめてよ。昭和を生き抜いてこられた大喜利奉行の方々に質問します。これは何ですですか？兄上。そう。リーンリーンって、お、中島からかなーって、バカっていける？いける？この前サザエさん見たな、お前ね。ということでね。誰が兄上やねんってことなんですけどね。自分から言っちゃってんのよ、これね。まあよくね、お兄ちゃんを例えて黒電話なんてことは言いますけれども、あれはあくまで言葉の例えでありね、相性だとばかり思っていたら、身内の方から兄上ですと、これは黒電話ではない。もはや兄上であるとかないとかあるとかねて、うるせえって思って、
た。今日も一日お疲れ様でした。良い夜お過ごしください。コンビニエンスストアにてって話なんですけど、オミソンコンビニ大好きっ子なんで1日に200回ぐらい行くんですけど、いつも行ってるローソンがありまして、最近よく僕のレジ対応してくださるね、お姉様の女性の方がいらっしゃるんですよ。でその方がね、僕いつもクイックペイで払うんで、レジの時にあ、じゃあクイックペイでお願いしますって言うんですよ。そしたらその女性の方が、はいわかりました、クイックペイねって言うんですよ。であれみたいな、えちょっとタメ口じゃねと思ったんですけど、まあ聞き間違いかなと。でそんなことが何回か続いたんですよ。相変わらずクイックペイねって言うんですよ。でそのオーナーとかにはめっちゃ敬語で話してるのに、僕のそれだけクイックペイねって言ってくるんで、なんかちょっと引っかかってたんですけど、で、ね、最近ね、あの会計済ますじゃないですか。そしたら向こうからありがとうございましたって、まあ普通言ってくださるじゃないですか。ありがとうって言ってくるんですよ。はぁと思って、友達？朝までファーストフードでみんなたわいもない話？いつか最高の自分にってお前が歌うんかいって、このくだり前やったわってこと。人妻の手料理食べたいな、明日も早